ふざけるな。最後で手抜いただろ。まだ俺を認めてないんだな、ジョー。どうしたらあんたは俺を認めてくれるんだよ。お前は何のためにソウルクルーを継いだんだ。それは俺に認められるためか。そんな奴にソウルクルーを任せた覚えはねえな。そんな気持ちで群れの舵取りなんかできるわけねえだろうが、ユサク。あのひよっこがね。あんたにとっちゃ俺はいつまでも子供ってわけか。お前さんは先代のスピリットを一番受け継いだと思ったから、ジョーも俺も身を引いたんだ。ジョーは残念がらすんじゃねえぞ。やっぱりチームはあんたが継ぐべきだったんだよ。いつまで俺に甘えるつもりだ。待ってくれ、ジョー。俺は優作、なんでお前にチームを任せたか考え直したから出直してこい。言っとくが、先代のことは知らねえぞ。あのバカな優作ちゃんは聞いちゃいなかったがね。ああ、貴様手抜いたな。それで優作のケツ拭いたつもりが。だとすりゃどうする。くたばりや、ソウルクルーの残党だもん。なんで道場出てっちゃったのか教えてくれるわよね。今言わなきゃダメ。みんな心配してるんだからね。みんな？リサは？幼馴染だもん、心配するわよ。幼馴染ね。いつか俺を見てくれる日が来るかな。何わけのわかんないこと言ってんのよ。そんなこといいからさ、出てった理由早く教えなさいよ。少しは手加減しろや。甘えんじゃないよ。そんなに俺様が嫌いかい。あんた理由を知ってて聞いてるね。なんなら教えてやろうか。まだ忘れられないのね。まさか楽しいぜ、人を倒すのはや。しょうがないだろ、チームの自由がかかってんだよ。ねえトミー、道場に帰ってくる気はないの？女なんかに襲われるかよ。え、何？え、あ、いや、なんでもねえよ。何よ、煮え切らないわね。言いたいことははっきり言いなさいよね。ようこか。俺は奴らに操られていたんだ。兄さん。兄さん！